ケニー・フロリアンは、アメリカ合衆国の男性元総合格闘家。マサチューセッツ州、ウェストウッド出身。フロリアン・マーシャル・アーツ・センター主催。リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン1出身の選手である。ラテンアメリカ系移民の子として生まれる。2005年1月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン1に、 チャックリデル率いるチームリデルのミドル級選手として参加。シーズン終盤のミドル級トーナメント準決勝でクリスリー・ベンに TK を勝ちし、フィナーレへの出場権を獲得した。4月9日、ザ・アルティメット・ファイター1フィナーレのミドル級、トーナメント決勝でディエゴ・サンチェスと対戦。TK を負けにより準優勝に終わったものの、その後の UFC への出場権を手にした。 UFC 参戦後は一試合ごとに階級をミドル級からウェルター級、ウェルター級からライト級へと下げ、ザ・アルティメット・ファイター3フィナーレ以降はライト級で参戦している。2006年10月14日、UFC64 のライト級王座決定戦でショーン・シャークと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2007年4月5日、UFC ファイトナイト、スティーブンソン VS、ゲヤードで、ミシマド根性の助と対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。2008年4月2日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS、ローズンで、ジョーローゾンと対戦し、パウンドで TKO 勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。8月9日、UFC87 で、 ロジャー・ウェルタと対戦、スタンドで主導権を奪い、判定勝利を収めた。11月15日の UFC91 では、ジョー・スティーブンソンと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。試合後、王者、BJ ・ペンへの挑戦をアピールした。2009年8月8日、UFC101 で、BJ ・ペンの持つライト級王座に挑戦し、4R にチョークスリーパーで一本負けを喫し、 大座獲得に失敗した。12月12日、UFC107 で、クレイグイダと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ちを収めた。2010年3月31日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS、ゴミのメインイベントで、ゴミタカノリと対戦。3R 中盤にチョークスリーパーで一本勝ちを収め、サブミッションオブザナイトを受賞した。 2010年8月28日、UFC118 のライト級王座挑戦者決定戦でグレーメイナードと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2011年6月11日、フェザー級転候後初戦となった UFC131 でディエゴ・ヌネスと対戦し、肘打ちで流血させるなどして3から0の判定勝ちを収めた。前日の計量で、 ボストンブルーインズのユニフォームを着用していたこともあり、試合中にブーイングを浴びた。2011年10月8日、UFC136 で、ジョゼアルドの持つフェザー級王座に挑戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2012年6月1日、翌日行われるザ・アルティメットファイター15フィナーレの前日計量で引退が発表された。 ありがとうございます。